三沢氏は、品の国稲郡、飯島豪子島、品の源氏飯島氏の分家である。海の国八代郡、三沢村の三沢氏は別系統とされる。出雲国の国人領主であった三沢氏の出自は、聖は源氏基礎吉仲を祖とする、基礎系、同じく、聖は源氏万海流の飯島系と言われている。基礎系の説は、基礎吉仲の孫、基礎ため中を、三沢氏の祖としている。 それに対して、長府藩に仕えた三沢家に伝わる資料では、同じ源氏でも、源の三る海の流れを組み品の国稲郡、飯島を本領とした片桐り流、飯島異国を祖としている。三沢城、本丸上級三年の上級の乱で先行を挙げた、飯島ため光は、新ポジトとして、出雲国三沢層を与えられた。その後の1302年に、三沢一調が、 稲葉国家のを経て往来し、この地で良質な砂鉄を採集して、野田たら製鉄、山の開拓により力をつけ、加減三年、似た軍内をはじめ島根半島までも一望できる、幼少の地、鴨倉山に、東条、洋外山三沢城を築城し、同時に、品野から当地に移り、以後、名字も三沢と改めた。これが、出雲三沢市の始まりである。また、 基礎刑を出自とすると、三沢亀中が三沢に入って、三沢氏を称したのが、始まりとされる。室町時代には、出雲国を支配していた山梨氏の三家に入り、1391年には、出雲守語、山名光幸に従って、名徳の乱に出陣。当主の三沢亀忠氏は討ち死にしている。室町時代末期には、新守護の京国氏に従い、出雲国の有力国人として、 成長を遂げている。戦国時代になると春後京国氏の所領を奪った天子氏とは対立関係となり、天子つねひさ追放の中心として活躍した。しかし1488年に三沢ため国は天子つねひさと戦って敗れ、その参加に入った。しかし、京急座男の沖久さの率いる、浜天子同盟に加わり、沖久さの反乱に加担したため、 1531年に天骨根久に藤ヶ瀬城が再度攻撃を受け、三沢ため国らは捕虜となる事態も起きた。これは当主の三沢ためゆきの手引きによる行動で独立した動きを取る兄と弟を封じ込める策であった。三沢ためゆきはその後も天腰に従い、1540年の吉田軍山城の戦いに出陣し、 青山土取場の戦いで打ち死にを遂げている。後を継いだ、三沢ため清は、大内氏に従属したが、合ス山戸田城の戦いで、吉川氏らと共に、天古に寝返り、大内軍敗退の一員を作った。しかし、三沢氏の独立性は高く、天古の軍役を拒否して、天古との戦いに及んだ場合もあった。こういった反抗的な態度をとってきた三沢氏に対して、 天子春久は、横田荘の三沢市領地や砂鉄山地、たたら製鉄場を取り上げ直轄化するなど、常久に比べて強硬的な姿勢で、三沢市と統治している。しかし、春久の休止後からすでに、三沢市も不穏な動きを見せていたこともあり、吉久は、父が取り上げた横田荘を返還した上で、自らの妹を腰入れする通して懐中しようとした。年。 大内領であった、巣王国、長戸国を完全に制圧した、毛利元成が出雲への本格的な進行を開始すると、赤梨、水戸谷氏とともに、三沢氏も毛利氏に降伏した。その後の出雲進行には、毛利軍の主力として活動した。天子氏の滅亡後に、山中高生や天子勝久が、天子最高軍として、出雲への進行を図り、 旧ア子家臣団にも同様が走り、最高軍に加わる国人や豪族が続出した。その中で三沢ため清は一貫して、毛利氏に従い、ア子最高軍の撃退に活躍した。ため、清志氏後の1589年、息子の三沢ため虎は、毛利輝元に測られ、幽閉の身となった。その後解放されて、長渡国朝軍古町に一万国を領する身となった。 この遊兵劇は、毛利氏による、旧、天子家診断への締め付けと出雲国の支配強化が、狙いであり、三沢氏同様、旧、天子家診断でもあった、三戸役夫も、追放の浮き目にあっている。三沢タメトラはその能力を買われており、追放されなかっただけ、三戸ヤよりはまっしであったかもしれない。タメトラは、翌年の豊臣秀吉の小田原征伐にも参加し、分読。 慶長の役でも毛利軍の一員として活躍した。1600年の関ヶ原の戦いでは赤間関を守備。敗戦の後、三沢亀虎は、調布藩の過労職となり、三沢氏は、江戸時代を、調布藩主として続いた。三沢亀虎の息子、三沢亀元が、調布藩を出奔して、仙台藩が手家に仕えた。亀元の息子、三沢清長は娘、ウイゴが、藩主。 伊達綱宗の側室となったことから、重臣の待遇を受けた。伊達綱村、伊達村和、伊達隆信は、伊達綱宗と三沢初子との間に生まれた子である。三沢氏の地は、亀田藩、岩木や、宇和島藩、伊達屋、熊本藩細川家などにも流れており、出雲三沢氏の女系子孫は、欧州でも繁栄した。三沢亀虎の息子の三沢亀友が、 鳥取藩池岳に仕えて、稲葉三沢氏の祖となった。三沢氏、三戸や宗ただなど似た郡を食い相撲三沢道の奈勝山藩主、伊達村はの二男。母は、宗直の娘、村田目の姉。仙台藩一門、岩屋堂だけ氏、伊達村持の四男。仙台藩一門、渡里立氏、伊達宗常の二男。ありがとうございます。